はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。シティーズスカイライン、ライブ配信始めていこうと思います。ご覧の通りなんかドクロマークがたくさんありますが、まあ見た目ほどは大丈夫だと思います。ということで、いつも通り、Twitch で配信しておりますので、ぜひ、Twitch アカウントフォローチャットコメントお願いいたします。ツイッチマイアカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。そして、YouTube で、アーカイブを2日後10月6日21時頃に、配信予定です。ぜひご覧ください。アカウントフォロー、チャットコメント、チャンネル登録、動画の高評価もぜひお願いいたします。まあ、YouTube チャンネル、アカウントフォロー&チャットコメントプリーズ&グッドボタンプリーズ。旧 Twitter である X のアカウントもございます。 Twitch のチャット欄にアドレス記載しますので、ぜひアクセス、お願いいたします。アカウントフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。 TwitterX マイアカウントフォロー、チャットコメント、&グッドボタン&リポストプリーズ。ではやっていきましょう。タイトルを書いた通り、ちょっとね、渋滞が気がかりです。これね、どうだっけ、やっぱたくさん来るんだよな。で、時間帯によっては、ね、渋滞する場合はあるからな。まずちょっと待ってね、ここ道路の車線幅広げるか。こっちでアップグレードできない？いや、できる。ここだけか、2車線できるのは。ここは邪魔？いや、ここは大丈夫だけど。ダメ。あ、車線にできた。私こっちが、渋滞多いよな。じゃあここも広げないとね、車線幅を。だけ2車線道路ってことですね。
これはこっちかな、こうかな。ほとんどはこっち入っちゃうからな。で、なんか接続する車線。渋滞が減るっていう話はある。こっちも同様だな、合流するから。するとなんか渋滞が起きにくいらしいが、でもそう。こういうことをすることで、あの通る車線がはっきりして、なんか渋滞が起きにくいらしい。まあ、たくさん車入ってきますからね、ご覧の通り。
こうすることで、まあ、こっちからは来るけど、比較的なんかスムーズに運べるらしい。同様ですね、多分。こんな感じで、一車線でもいいかもしれない。もしくはこの入り口だけ4車線にするとかかな。これでなんか渋滞の対策ができて、こことここの、ぶつかりが少なくなるらしい。逆に言ったらこれ4車線にしてもいいかもな。ここだけ。ここもまあ同様か。逆にここは2車線にするっていう感じやな。そして通る道をちゃんとしっかり分けるとなんか渋滞が減るっていうのは対策としてあるらしいんで、とりあえずこんな感じかな。では、見ていきましょう。電力はギリギリですね。給水道は問題なし。廃棄物はまあ問題なし。平均健康度は 64% で、
死者、まあまだまだいけるかな。 30% 多いな。留置所が足りない、やばい。まずちょっと電力を増や、電力予算を微妙に増やしてあげましょう。これ昼と夜らしい。してるからな。これでどうだ。まあ足りないのか。電気足りないってことはないけど、ちょっとやばいな。もう 1% ずつ、 2% ずつ増やしてあげましょう。ギリギリかな。廃棄物をちょっと 1% ずつかな。82の81ぐらいにして、これ結構消費するからな。問題は葬儀だよな。まあ葬儀はまだ大丈夫か。病院ですね、うん、診療所でいいらしい。実は近くに病院あるし大丈夫でしょう。あれ、ここすごい渋滞やし、人の数もめちゃくちゃ多いよな。あ、これ何、小学校か。学校はダメだ。高校がちょっと不足気味だ。高校建ててやらないとダメだ。高校はなんかわからんけど、だいぶこれでお金かかるのがな、難点ではあるよな。初等教育を受けたのが 28%、 合わせて5割しかも初等教育を受けた率が低いよね。あとこっちか、どうしよう。やっぱこの辺かな。おそくせ考えて、ちょっと高校の定員も増えたし、これで中等教育を受けた率は上がるでしょう。中等教育が高校なんで、ちょっと幸運度も上がってくれるんじゃないかな。さっきなんかちょっと渋滞してたとこあったな。何だったっけ、どこだっけ。なんか人すごいな、ここ。マジでやばい。虫が通ってるような感じはあるね。まあでも極端なひどい渋滞までは行ってないからな。絶望的な渋滞までは行ってない。ここはちょっともやばいな。まあ建てた方がいいかもしれんと言いつつ、橋も作
作ってるんだよな、一本。もしかしたらこの高速道路を有効活用する時期がやってくるのかもしれない。少しお待ちください。お待たせいたしました。あとここだよな。3車線しかなってない。ここは4車線にしないとな。はい、ここを4車線にするってことか。あ、急車が急すぎますね。ダメだ。じゃあ逆に過ぎるって言われちゃってる。
多分無理だろうな、これ。だから。一車線だけで、なんでダメなんだ？なんか穴ぼこがあるぞこれ。で、こんな感じかな。で、3車線にするか4車線にするかっていうとこだろうな。まあ、ここは4車線にする。ここは2車線にするか。あ、違えた。ギリギリだもんな。ゴミは全然大丈夫なんだけどな。死体もまあ大丈夫。警察は災害率、警察じゃない、消防の災害率はちょっと不安だな。てかなんでここに消防署がないんだ。渋滞がひどい。なんでだ。
な感じかな。これでそれなりに渋滞解消されるのか、それともまだここがある。すごいな、たくさん降りてきたな。あと結構この歩道も、ね、通っていきますね。4万6000人行きましたね、これで。まあ、それでも結構死者はありますからね。まあ、診療所だけ作っといてもいいのかもしれないよね。まともな病院がない。嘘だろ、こっち側さすがに病院作らないとやばいね。診療所は作れる？作れない、無理だ。診療所は多いな、これ。公園をどこまで作るかだろうな。公園で霊柩車待ってるんだが、あとは、そう、霊柩車だよな。霊柩車がいるから。多少足りないってことだ。うん、まあこんな感じかな。でもやっぱり収入質考えてもそんなに悪黒にはならないんだよな。でも電力ギリギリなんで 1% ずつ上げとかないとダメやし、水も下水道を排気術も同様、排気物はこうするかな。逆にな
でっかい公園だよな。ちなみに需要は住宅地がまあまあある。住宅地ってここだよな。ここは住宅エリアになる本来。感じだよな。止まった。あとね、必ずしも舗装路でなくてもいい。この、 入り口を道って二歩騒動でいい。二歩騒動の方がコストは安いから。感じか。さあ、中舗装道が。ただ未舗装道だと、その発展の効果っていうのは薄いんじゃないかな、ひょっとしたら。どうなんでしょうね。あと、水忘れてた。ごめんなさい。でここも同様だよな。
まあ渋滞はいろいろあったけど、あんまり来らなくなってきたかもしれん。普通に多いからな。まあしゃあないよな、1、2車線ぐらいだからな。あとここだよな、あここもまあ問題になってるよな。ここまだ渋滞があるからな。まっすぐ行く車が多いよね、これは。燃えてない。
大丈夫、しかしここはダムダメだな。ここの渋滞がすごい激しい。なんかここから出てここに入ろうとする車の列が多いよな。でこっから出ようっていう車の列がほとんどないから、結局動線としてここ2車線にはするけど、それだけでなんとかできるっていう問題でもないよな。まあ圧倒的に動線としては左側が多いからな。なんとかなるわけじゃないと思う。もしくはここ入って地下に潜ってバイパス作るっていうのもひょっとしたらありかもね。あ、ここも作ってやらないとね。こっち側も4万8000人超えてるや、気がつけば5万人が近づいてるな。やばいな。電力立てた方がいいな。ええこと、そうしないととんでもなく恐ろしいこと足りなくなってしまいそう。医療はどう？医療は少しずつ上がってはいるな。平均健康度は死者も減ってるし。でもまず電力だ。発電所立ててやらないとダメだ。もうちょっとなんだけどな、原子力発電所の建設って。
電所見てみよう。石油か。これはゴミ焼却炉。石炭発電所はもうほとんど残ってないんじゃないかな。石油発電所だもんな。14周分。例えば工場だよな。一体全然保管してないというか、あんまり訪問してくれないよな。ここじゃないよな多分。確かに赤なんだけど。でもやっぱり入っては来てしまうからな。しかしここの車線が狭いことが影響してたかもしれない。
ここなんだよな、問題の問題は渋滞がここまでひどいからな。みんな住宅地だから騒音の元になるから、あんまりここで出したくはないんだよな。そうなるとここぐらいしかないのか、ここだぐらいしかないだろうな。あの、出すのはで、まあ普通に。で、放射線にするここだけ。どうだ、まあ、入ってくるとは思うんだけどな。これこっちから入ってくる道が減って、こう右に曲がる道なんかあるわけないしな。あ、やりました、5万人達成です。重要なのはこの原子力発電所ですね。ビルディングタイトルなんだこれ。エリアも開放されましたし、お金をもらえますが、ユニークシステムは凱旋門賞か、凱旋門賞じゃない。まあここでやっぱり一番重要なのは、あ、空港が次なんだ。原子力発電所ですね。発電所を見てみると、まあ、今は余ってるんだけど、水がすごいいるんだよな、原子力発電所の難点は。まあ水ぐらい、水の発電って結局風力発電でやるわけだから。あと建造費が、こっち5万円20万円で4倍、維持費も約4倍、電力出力は5倍以上ですね。でも見てください、汚染がゼロなんですよ。放射能がしかもシーツと違ってない。おいしすぎませんか。
ただスペースを結構使うのがな問題ではあるな。さよなら太平洋発電、太平洋じゃない、太陽光発電かな。これだったら水がいるのは難点ではありますが、あ、いや、止まった。ちょっとこれは良くない。起動、まだいい、もう一個移動。そうしないと銅作れないですからね。でこれでどうなるかっていったら、もう発電量超余裕なんです。いろいろ立てましたが、いらん。この2つぐらいはまあいらんよな、もう。で、あとは、じゃあ、このあとは、でも、どうなんだろうな、結構食うな。まあ黒字ではありますけどね、1万円以上の今んとこ。でしかも、あ、なんだこれ、一応道路沿いではあるのか。こういうふうに二歩騒動ですよね。騒動って ないはずなんだよな。これって建設費 0.19 なんですよ。で 0.32 とか 0.40 かかるしから、なんかケチるためにはどんどんここに入る道を砂利道してしまえば大丈夫。例えばここですよね。あ、ここはじゃない、ここでもない、どこだ、ここだ、ここも砂利道でいいんです。あ、でもただし、どうすれば、うん、まあどうなるんだろうな、これ。どんどん未舗装化してしまいましょう。舗装道がいいわけじゃないんです、必ずしも。まあ確かに道路のスピード化は遅れますが、
でね、まあ、レーンを整備すると多分維持費がかかる。一方こういうふうに貼ってあげると、さすがに学校の前を見舗騒動はちょっと寂しいよな。でオフィス区画だな。マイクロンドゲームスタジオ、マイクロソフト、これ上水道がいるんじゃないかな。まあでもまだ大丈夫かな。水道の予算は90の85か。まあひょっとしたらもうこのポンプ場を作った方がいいかもしれないですね。ここもそうだな。これ見舗騒動でいい。そんなに入ってこんしね。でもそうですよね。公園がない、このエリア。一つは公園作ったらないとな。ちっちゃい遊び場でいいんです。作ってあげましょう。ん、なるべく廃墟になったとこを公園にしたいですね。でも廃墟になったとこがない。安定してるんですよね。健康値も上がってるし、やれることがそんなにない実は。
白い話ですね。私と死んでる、死に始めてる。これ何？サウナか。まあサウナかいりません。仮想場があればそれで十分。フェリー、ハーバーフェリーを確認忘れないでください。だって例えばバスってどういう、どこまで走ってんのかな。今全然走ってない。地下鉄はあるんだけどな。地下鉄結構限られた線区しか走ってない。バス走らせるか。列があるからな。あとね、別に高速道路を走るバスがあってもいいんじゃないかなとは思う。
で、ガス路線をちょっと。結構濃いな。このぐらいでいいや。これバス3線目は作られた。バスの費用、これバスだっけ？公共交通機関の費用だな。収入ほとんどない。あ、でもそんなバス赤字になってるわけじゃない。水はちゃんとある、問題ない。あと商業区域がどこまであるかですね。この辺は商業区域なんだけどな。ダメなんだよな。山がきつすぎると思う。そこで集計をしておこう。集計？集計だっけ？集計だ。平坦か。ぺったんこ。なんで？服ボタンを
ぺったんこにできるんだこれ。ぺったんこ操作。あまりやりすぎると問題が起きてくるから、ぺったんこかって結構いいな。 お金使うけど、まあ、ぺったんこって大事。こんな感じかな。そうすることで、じゃあっていうと、なかなかぺったんこ化が進む。ただし限界はあるな。これできないんじゃないの？これ多分。限界はあるってことだな。うん、こんな感じか。ぺったんこ缶は。で、水も通します。今のうちに通した方がいい。はい、これでぺったんこ。ぺったんこ化を行って、うわすごいな、工業需要。工業もすごい需要がでかい。じゃあこの辺は撤去するとしても、でも立つはずなんだよな。
感じかな。多分これ以上あのここの間隔短くしたらやばいと思うので、ここは限界だと思います。あとはここ4車線だな。ここ2車線でもいいんだけどな。逆に。難しいな。まあ確かにこれ道は来るんだけど、もうちょっと4車線化を広げていくか。なんでここも広がるんだ。2車線だからか。じゃあもうここも4車線にして、じゃあもう当然嫌を、あ、間違えた。3車線だな。3車線で合ってるはず。で、ここ4車線になる。どうなってんだこれ。あ、そういうことか。
まあ、トンネルをくぐって一車線で、どこから出るかだよな、問題は。基本的に工業地帯か商業地帯に行くための道だから、これなんだろう、あ、これ病院か。こんな感じか。バイパス作成ですね。唐突なバイパスを作成。出ていきます。で、このままだとこの道はちょっと狭いで、なのででどうなる？まあこれでうまくいかなかったトンネルの設置する位置変えるけどね。あ、ここも渋滞だよな。すごいな、ここ。夜の渋滞がとにかく激しいんだよな、道が。とはいえ動いてはいるからな。まあでもさ、ここだよ問題は。ここを歩行者道じゃないんじゃない？こう出てるわけだから、
やばいな、これなんだったっけ。これはウッド邸って書いてるな。これは高校だ。これ何？これなんだっけ。これ小学校か。小学校これし、あのひょっとしたらやばいかも。高校だから。で、あとこんな感じか。でも。ここはちょっと問題があるな。だから、いや。こっちかな？こうかな？工業地帯へと変更ですね。ここももうあのいいでしょう。工業地帯にします。で、さらにそしてここからです。
で、こんな感じかな。で落とすんだけど、この落とすところはこんな感じか。こっちはあの右左に曲がらない、右に曲がるわけがないから、で、あとはこれですね。急車が急すぎますね、なってる。感じかな。5車線はないんだよな、4車線までやって、うん、やっぱりドーンってくるよな。結局どっちにしたって2つに分かれるけど、来ることは変わりないんだよな。まあこうだよな、やっぱり結局こうなっちゃうよな。あれ？なんで？これここまで公開する必要はないかも。まあ減っちゃうけどね、でも仕方ないでしょ。ここはこんな感じで、需要があるような、こうなったらバスに。このあのこれに入っていくバス路線を作るのがベストだろうな。
なんか一方通行だ。通じゃない、通じゃない。
と被るよな路線が。60% ぐらいまではしてもいいかな。まあこっち 50% で 70% ぐらいかな。まあ赤なのは前提だからな。まあ微妙に ちょっとまあもう時間ないんで、どの路線を未舗装化するかっていうぐらいだよな。
初はでも渋滞はマシになったな。二分割されたからな、この区画と。まあでもここは結構ね、車入ってきてるよな。ここからこう入ってくる車はなく、二分割されたのはいいけどな。まあ、ちょっとあとね、電力の予算を減らしましょう。 5% ぐらい減らせば足りると思う。ゴミはもうちょっと上げてもいいのかな。液状をちょっとつけ、ゴミ焼却炉を建てよう。でちょうどここら辺が新たに工業地帯になった。あ、この住宅地は移動したいよな。すごい住宅地パッとしないんで、何するんだっけ。あ、違うわ。焼却炉を建てるんだ。焼却炉これだ。新しく工業化した地域に建てる。
でゴミ容量も上がるんじゃないの。ちょっと上がるな。ゴミ予算は 1% ぐらい上げとくか。当然焼却炉は電力になります。その分電力に関しては 1% ずつ下げとけばいいよ。良い。材料がないことなんだよな。いや、あるでしょう、材料。材料がないってことで、なんか廃墟させられてますが。外から来そうなんだけどな。あ、まあ、もひょっとしたらその気づかれてないかもしれんな、ここに入ることを。悪くはないけどな、まあ、稼げてはいるけど。これで人口が増えればいいんだけどな。こちらはどうだろう。ここがすごいやっぱりまだ混んでるよな。真ん中の車線がすごい。
そろそろ、つまり、住宅地だからな。負けたいだよな、ここは。かな。入れるんだっけ。入ってるんだな。じゃあ問題ないわ。あと水だ。じゃあ大丈夫だな。はい。まあ、というわけで、今回は、なんだっけ。
ある公園。ここは？ティアトリバー。で、ロックパーク。まあ、水はちょっと水不安だな。上水道より下水道がちょっと不安です。ポンプ場だな。ね、予算が 90% だから、しばらくは大丈夫でしょう。3%、4% ぐらい減らしてもいけんじゃないかな。まあそんなに負荷にはならないからな。これってどのぐらいの消費がいるんだろう。下水処理施設って書いてないな。電力の必要電力って何かここでも渋滞してるよな。やばい。公共交通機関の設置が大事かもしれない。あ、なんかおかしい。これなんか囲まれてるぞ。どうなるんだ。大人がダントツ。おお、いいですね。なんかおしゃれな。おしゃれ。すいませんでした。あと結構ここ人死んでるな。病院ってあったっけ、ここら辺。ああ、でかい病院はあるんだ。
そこ。ただな、渋滞するよな、ここ。病院じゃないわ。あれだ。一個しかないんかい。一個、いや、二個、三つあるんだな。この辺にも駅作った方がいいよな、多分。あとこの高速道路からのアクセスをどうするかっていう問題もあるよな。高速のアクセスを設置した上で、その高速から出たところすぐに駅を作るっていうのも結構有効だからな。
に車来ないんだ、そういや。鉄道駅を。まあ、ひとまずここまでにしましょう。なんか非常に人口減ってるのが嫌な感じですが、グラフ見てみるか。これはこっちじゃない。セーブして、で、グラフ見都市の中統計を見ると5万人いったんだけど、もう今5万人をちょうど切ってるところっていう感じですね。で、資金はもう順調に上がっている。ここは問題ない。予算もまあ順調に上がっている。予算ちょっと上がりすぎてる。まあ税収は確実に上がってるからよしとする。人口推移はまあご覧の通りだろうな。流入は減ってる。出生はちょっと減ってる。死亡数が上がってるからそれだけ生存数も減ってる。雇用率はまあ分からんな。これは休日は上がってるけど人口が増えてるからだ、増えてるからだけでしかない。教育水準は今ターンは上がったな。なんかさすがに行き過ぎた新自由主義は抑えてるかな。まあ、その代わり道路を未舗装にしてきちったりはしてるけど、ちょっと学生も増えましたね。観光客まあこんなもんなんじゃないのかな。観光客は全収入はこんなもん。幸福は緩やかにやっぱり上昇中ということで、住宅区域はご覧のとおり、商業区域が今上がってますね。産業区域はまあこんな感じ。温室区域はドーンと上がった。温室区域も整備したからな。囚人化すごいな、これやばいな。ちょっとこれは資材の輸出入だな。輸入はやっぱ相変わらず多いな。輸出もまああるんだけど言うほど輸出できてないんで輸入超過になってますよね。この渋滞は結局解消できないままどころかひどくなってる感じだよな。まあ
とはいえ、それだとどうなる？あ、でもいいのかもしれない。ここだけ4車線になってる。ここなってる救急車、ということで、火も翌日になりそうなんで、ここで終わりたいと思います。なおですね、この後BGV でこの街の様子をお伝えしたいと思いますので、ちょっと1時間ぐらい空きますので、またその後で、また深夜に見ていただければ嬉しく思います。ということで以上になります。よろしければチャンネル登録、高評価、スイッチのアカウントフォロー、チャットコメントをお願いいたします。スイッチマイちゃん、マイアカウントフォロー、チャットコメントプリーズ。そして、この動画 YouTube に2日後6日21時頃にプレミア公開するようにアップロードいたします。ぜひ見てください。YouTube、スイッチのチャット欄にチャンネルの URL 記載してます。ぜひチャンネル登録、高評価お願いいたします。YouTube ライブ、マイチャンネル、This live archive upload, two days after.マイ YouTube チャンネル、サブスクライブド&グッドボタンプリーズ。旧 Twitter である X のアカウントも持っております。アカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いします。 TwitterX、 マイアカウントビジット&フォロープリーズ&リポスト&グッドボタンプリーズ。ということで、シティーズスカイライン遊んでいきました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。